はい、こんばんは。アのゲームへようこそ。ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。はい、というわけで,ですね。今日もゲーム画面のないラスクラ実況をお届けしたいと思います。っていうのが、こちらですね。今日のタイトルになってますけども、えー、ティンキリとルキエルの映像がもう8月に来ることが分かってます。水着ティンキリと、えーと、映像のカゴ天使ルキエルっていうのが来ることが8月に来ることがもう分かっています。だったら、映像っていろいろ条件あるじゃないですか。 っったら今のうちででできるることってあるんすすね例えばスキルが共通ですそういった意味で、あのー、今習得すべきスキルとかそういった準備の話をルキエルとティンキリを振り返りながら話をしていきたいかなと思いますでは参りましょうこのチャンネルはホーマリス,スマホゲームラストクラディアの実況を投稿しているチャンネルなんですけれどもえっ、ー、とあのアイコンがニット帽をかぶってたからニット帽をかぶり出したんだけどもうやめときが分かんなくて困っています私が中の人昭です以後お見しろきはいそれでは今夜のコメミュー集会は カルディナー席を回っていますキックさんお疲れ様です幻影の塔は今以上に回数増えると時間的にきついので期間を増やしてくれると嬉しいんですよねということでこれねうんあの70回まで上がるのがまず大変だよねうんだからそれから選べるようにしてもいいかなと思ったんですよねでもそうやなあの50回スタートできるし後から1回からもプレイできるみたいなね運にしてくれると嬉しいなと思いますね深谷さん久々にコメントですアリーナ面白いですよね色々考えるのが楽しいです今日気づきましたよ人形変えるのを忘れてたの 人形変更の検証面倒だからやってませんがあきらさんは人形しっかり変えてるしやっぱマジさんが良いのかなインフィニーさんみたいな怒涛の攻め方のワーペックスワークとして恐れ多くて不倫申請なんてできないわということでね <laughs> えインさんの不倫申請ね結構もうあのねあの埋まってると思うんですけどね。 で人形ね、まあまあずっとマジシャンでやってるから僕はあれなんだけど、やっぱそのアタッカーになったらね、あの全然変えていった方がね、いいかなとは思います。やっぱアリナーがね、今んとこ僕もね、いろいろ考えるのが楽しいです。もんじさん、こんちはババラの難民の私は、ファントムさんを育ててレベル81だけど、69回まで登りましたが、さすがに厳しい。69回まで登ったファントムさんなら5騎士に行けんじゃねという挑戦したら余裕でクリアできました。ローランド、ファントム、リリー、適当なサポーのリリーでミッションもコンプ。 追記として、アキラさんのアリーナ防衛パーティー相性が良くなってしまったのが負けなくなってしまいました。フルで挙げられたかったのが、アキラさんに壊滅されてからの復活劇を Twitter にあげているので、見てもらえればということで、Twitter、えー、の方を見させてもらいました。えーあのーね、なかなか多い込んだけどね、あの復活されてましたね。であのー、このこ 69回までファントムでね、上がっていったっていうのは、これ、渋いですよね。てか、まあ、ババロード持ってない方はそうなんですね。ファントムがアンドラメルスを覚えるからね、あの、ファントムをしっかり鍛えればいけるっていう可能性をね、えー、ポンチさんが教えてくれました。ババロードの波の方はぜひ、おすすめです。たさん、明さんお久しぶりです。ゲームのとこお疲れ様でした。一つ疑問があるので、もしご存知でしたら教えてください。S s レアークの資料の大軍勢の習得スキルの読みの断りは、ありーでも効果が反映されるでしょうか。もし効果が出るならよ、誰か止まりません。ということで、えっとね、読みの断りの効果って、あれですよね。 HP を減り続けるがスキルが速いとかいうかーと不死生物に関しては威力は上がりますうんあれはあのあ,ありましたんでだけども他全部あちっじゃああれは城の大軍勢のアーク特性じゃなくて読みの断りね読みの断りのあの復活したらあの上がるっていうのはえー、っとねでこいとかでの復活やるたダメですそれ以外は、えー、っと効果なかったと思います はい手書きで今日もですねちょっと少なめだけど読んでみましたあのこれからねちょっとねコメ読みはね多2日に1回とか3日に1回とかという形でねさしてもらってえー、たまったやつをねえコ、ー、読みサンデーで一気に読むという感じにしていこうと思います。 はいそれでは今夜の本題です映像直前のですね、えー、ティンキリとルキエルの現在のティンキリとルキエルの戦力の調査それとそこから考える今習得しておくべきスキルの話をしていこうと思いますただしここからですねえー、とまあ現状の分析に関しては今あるものの話ですけれども予想の話をしますなので当たらぬも発見当たるも発見です <laughs> なのでそこは話は安分で聞いてくださいねはい。 でまず最初にですね現状の「ティンキリ」のルキエルの戦力調査これバナーでやってなかったんでステータスランキングの偏差値現在の2人の強さはどんなもんなんかっていうのと自前習得スキル値でさらにそこからですね水着ティンキリと加工天使ルキキルの実装に向けた準備としまして性能予想と事前習得のおすすめのスキルを話をしていこうと思いますまずですね現状の「ティンキリ」と「ルキエルの戦力調査としましていつものステータスランキング偏差値を出していきます潜在覚醒4凸レベル1能力開放完了時点でのランキングとなってます でまず、ルキエルなんですけれども、HP が2915で48標準偏差値は18で MP が190、ストレングス850、ディフェンス310、インテリジェンス789、マインド730となっていまして、真ん中からさほど離れてないんですよね。HP はちょっと低いけれども。けども、ストレングスもディフェンスも、まあ、半分より下だけども、真ん中からそんなに離れてないっていう感じですで。意外とインテリジェンスの方が高いんですよね。ストレングスよりもインテリジェンスの方が、えー、偏差値的には高いというのが分かりました。 合計でマイナスになってますただし、まあ、実装時期がですねそもそも2019年の5月もう1年以上前でするケールが登場したのはで現在も6凸は実装済みなんでこれ4凸の時点の数字なんで6凸の数字になるとまたランキングは変わってきますでティンキリですけれども HP が3718で MP が271ストレングス6十3ディフェンス769インテリンス717マインド769となってまして高いのはやっぱですねあの意外と HP も高いし MP も高いんですよ。ただしやっぱりストレングスが低いディフェンスは低いとなっています。でマインドも意外と高いと半分よりか上にいます。で合計偏差値としてはプラス2です。なのでまあ真ん中からそれ離れてないんかなって感じがしました。で実装時期がですね2010年2月なんでまあまあ約半年前なんですよね。あのまあバレンタインのイベントの時にねちょっと物言いがつく感じで入ってきたんですけれども。でまあ6凸はまだ未実装となっています。っていうのが現状の2人のステータスなんですけども。 やはりやっぱそのティンキリはもうつい最近実装されたところでステータスとしてもまあまあ高いんだというのが分かりますけれども元々あのバッファー専門職ですんでやっぱりインテリジェンスとかストレングス要は攻撃に関する機能っていうのは低いというのがティンキリの特徴かなと思います逆にルキエルはあのある意味攻防まあ全部バランスのいいユニットとしてですね当時実装されたのを覚えていますそこからですね自前所得スキル値これもねまだ計算してなかったのでやっていこうと思います えー、自前習得スキル値に関しては、えー、ルキエルがですね、アストラロレイ、キュアダーク、ヘイスト、ホーリーウォール、ヒールウィンド、中級魔王神展開、マジックキャッスル、グランドリジェネ、聖壇、アンデッドキラー、麻痺耐性、ファストバリア、アンデッドスレイヤー、大天使の加護を覚えます。えー、計算わかりやすいです。もうね、あの、すでにアークで習得できるスキルなんで計算しやすいんですけど、魔法が31、技能が30で合計61となっています。 で、ティンキリがね、ややこしいんですよ。ティンキリがね、今年の2月追加されたんで、最近のやつらはね、固有スキルがあるんで、オーラフェザー、ブレイブフェザー、スピードフェザー、メティスフェザーということで、全体にバフをかけると、まず4つ覚えます。さらにヒートライブ、これも全体のバフですね。あ、ヘイストフェザーに近いんだけど、ただ、フェイストじゃなくて20%弱で25%アップだから、ヒートライブはスキルコスト15になってます。で、上級魔法師展開と、ディボージョン、これが自分以外の味方3体のストレングス、インテリエンスを50%アップするんですよ。 で要はそれフェザー系のスキルでいうと自分以外なんで4分の3じゃないですかユニットの回数だから4分の3をかけてさらに効果の倍率が50%アップフェザー系は20%アップなんで2.5倍しますさらにインテリジェンスとストレングスという2種類はアップしてくれるんでかける2をしたところ合計で30になりましたねこれはスキルコスト30としました でマグナキサイターこれもややここしいいなと思ますよこれもストレングスをアップするんじゃなくて、えー、物理ダメージの効果威力を20%アップするので要はヨを20%アップしてくれる。ってことは、えー、物理ヨダめプラス20%ってことは、まあ、ブレイブフェザーがあースキルコスト8で MP20 なんですよ。でマグナイキサイターは MP が32かかるんですよ。だから単純にその MP の大きさが効果の大きさだと考えたときに単純に20分の32をかけて、えー、8かける20分の32で12.8なんで13としました。 で、MP アップ3。で、栄光のポーズ、意識集中。MP アップ4。リーダーテン、クイックトリガー。そしてラストソング。これ、すごく悩んだんですけど、ちょっとゼロにさせてもらいました。うん、これちょっとね、あの、皆さん、意見分かれるとこあると思うんでね、思うとこあったら,ったらコメント欄書いてほしいんだけど、要は、90秒生存で全体に永続バフが4週かかるんですよ。とても強力ですよ。永続バフが4週かかるって。でもね、90秒生存って、発生条件が厳しいってのは、自分が死んじゃうことよりも、 それだけの長いバトルをする場合ってのが結構限られるんですよね。いや、90秒以上戦ってることあるよって言うかもしれないけど、あの、魔法を使ったりそういうことで、時間の停止であったりするんで、結局のとこその、長々戦う、90秒以上戦う敵ってすごく限られる。使うところが限られるところで言うと、スキルコストの計算がちょっと難しいなと。うん。単純に全体4種バフの効果のある、えー、技能スキルをかける4しても、あのー、 あかんんなとと思っったたでこれ一旦ちょっとゼロにさせてもらいました、うんまあ、ご意見あると思うんですけどねこれまたちょっと後でも合計見てもらったら分かるんですけどもこれを0にしても強いんで「ティンキリはで聖なるオーラ」「デコイ」「根性女神のキス」っていうところで合計がなんとですね魔法が90あるんですよね。で技能が60で合計150です。ラストソング含まなくてもなんと「ティンキリ」は、まあ、歌姫のティンキリね今まで通常2月に実装されたティンキリだけどもスキルコストなんと150なんですよ。 だから、その、全暫定のランキングで、ね、今のところのランキングですけども、なんと、ティンキリ。紅白と同じなんですよ。まあ、バッファーっていうね、唯一無理の職種であるというところも含めてなんだけど、自分自身に攻撃できるような技能であったりとか、スキルを覚えることはできないけども、味方を強くさせるものに関して言うと、まあ、戦空が近いかな。センクはまあ自分でも戦えるけど、センクよりも、あの、上です。上にいます。だから、バッファーとしての機能は、ティンキリの方が上かなと思いました。ルキエルはこちら。えっ、ー、と、ランディと同じなんですね。 まあクロメルザより上っていう意味ではまあ実装時期的にはこんなもんかなと思いましたでここまでがですね、えー、現状の把握ですルケルとティンキリ現状のルケルとティンキリに関しての強さと性能の把握をさせてもらったんで今からは予測の話をしますなのでまあここから先ねあ本当話半分で聞いてもらえればなと思います、えー、まず水着ティンキリと加護天使ルケル実装に向けた準備なんですけど、えー、性能予想と事前習得おす,すめスキルを考えていきますでまずこれまでの映像について考えていく白メルザはクロメルザ が光かからら闇に変わってタンンクからマジシャンアタッカーあのアタッカーでもいいんだけどえクロメルザ、アビスゲートとかも覚えるからマジシャン的な側面もあるからそれ書きましたで。盗賊ロビンは怪盗ロビンが木属性から闇属性に変わってアタッカーでデバッパーアタッカーに変わりましたで。王女リラが水ギリラになってこれは光属性から水属性えヒーラーからマジシャン、えー、王女リラはね光属性の,あのマジシャンのところもあるけれどもやっぱりヒール系たくさん覚えますからって意味でヒーラーにさせてもらって で水ギリラは攻撃、水属性の攻撃魔法特化なんでマジシャンとしました。で、リーナが召喚師リーナになって、貴属性から貴属性変わらずにヒーラーからヒーラー。で、ただし召喚師リーナの方は召喚専門型。で、ティリアはサンタティリアになって、光属性は変わらなかったけど、ヒーラーからマジシャン、もう攻撃魔法をたくさん覚えるようになりましたし、光クリティクとか、そういったあの光系の攻撃魔法をアップさせる機能もつきましたんで、マジシャンにしました。で、セビアが雷セビアになって、これは水からイカズチ。アタッカーがアタッカーに変わりました。 っていう状況で言うとあの属性が変わらないパターンがまずあるんですねリーナとかティリアのパターンでタイプの変わらないパターンがロビンとかリーナとかセビアみたいなパターンがありますでこれらは結構単純に上位互換になってるケースが多いなと思いましたティリアに関して言うと、まあ、ヒーラーってところももちろんあるんだけど、まあ、あの光属性が光属性でティリア自身も、えー、攻撃魔法を覚えますからだからそれがより上位互換したという風うに考えられるかなと思いましたさらに属性もタイプも変わるパターンとしましてメルザとかリラがあります えこれらはですすねね使い方が完全変わりますよ白、ね、メルザの代わりに黒メルザ使うってことないと思うしあの王女リラの代わりに水ギリラ使うってこと全くないと思うんですよ。だからそういった意味では出番が全く変わってくるというパターン。えー、さらに季節限定のパターンが水、えー、ギリラとかサンタキリアですね。これらはもう当時強烈なマジシャンユニットしてね、えー、まあリセマラランキング第1位になってましたね。で2つともマジシャンですごい火力が高いというのが特徴です。 でこういったことから考えていくにあたってまず水着ティンキリに関して言うとこれは属性もタイプも変わるパターンだと思いました、ね、でさらに季節限定ですで水着が黒そしてセクシー系です要するに小悪魔的要素が高いなと思うのとマイクを持ってたんですよ水着のティンキリちゃんはマイクを持ってた映像前の歌姫ティンキリはマイク持ってないんですよってところで見ると声を武器にするようなことがあるかなと思いました セクシーボイスとか。とか、もしくは歌が武器であるとか。そういった感じかなと思いました。で、僕の予想としましては闇属性のデバッファー。ただし、マジシャンとかアタッカーという可能性もあります。もっと言うのはスナイパーの可能性もあるかなと思っています。ただ、いずれにしろ闇属性に関するものが必要になってくるかなと思いました。で、カゴ天使ルキルについてなんですけど、これは属性が変わらないパターンだと思いました。だってもう天使ってついちゃってるからね。天使ってついちゃったらもう光しかないじゃないですか。 まあ、無属性っていうね、選択肢もあるんだけども、これは光属性。要は、属性がもう変わらないパターンだと思います。ってことは、上位互換だと考えてもいいと思った。うん、というのも、ルキエルが実装されてからもう1年以上経ってます。1年以上経ったらね、もうなってもいいと思う。で、さらに、カゴ天使という2つな。こっから考えると、光属性のバッファーなんじゃないかなと。 で、光属性タンクって考え方もあったんだけど、これもね、ローランドがね、もうついこの4月にね、実装されちゃってるってことを考えたら、光属性のバッファーなんじゃないかなっていうのが僕の予想です。っていうのも、この水着ティンキー、先ほどの水着ティンキーが闇属性のデバッファー。そして、カーデン電子ルケルが光属性のバッファー。この夏に実装される2体のユニットはどちらも完全に表と裏みたいな存在で出してくるんじゃないかっていうのが僕の予想です。 ってなってくると、必要になってくるスキルっていうのはおのずと分かってきます。まず、水着ティンキリですけれども、まあ、闇属性デバファーとしては仮に考えた場合ね、特技で多分デバファーもう付与できると思うんですよ。ロギア型ですね。で、さらに期待するのはマヒ持ちね。例えば、水着の誘惑で動けませんとか。あと、声ですね。ね。海で歌といえば、セイレーンってのありますよね。 海の魔女的なやつがいますよね。声で惑わす。そういった意味では、まあ、麻痺もそうだし、なんせ動けなくするものを使うんじゃないかと。さらに、最低限必要なデバフ効果はもう自前で習得できる、もしくは特技についているというふうに考えられると思いました。だったら、習得していくべきは闇属性の効果を高めてくれるスキル。さらに、個性とか固有スキルで、ラストソングの反対効果があるんじゃないかなと思ったんです。 ラストソングは生存時に味方全員にバフ効果。っていうことは、生存じゃなくて死亡した時、自分が死んだ時に味方全員に対してじゃなくて敵全員に対するデバフ効果のあるものを。さらに、デコイと根性はもうティンキリが持ってるんです。ね。だからそれをセットすることは可能です。だったら習得しておくべきは、復活した時、もしくは瀕死の時に、 発動してくれるスキルこういったものが水着ティンキリに必要なんじゃないかと考えましたその例がこちらですね、まあ、闇ブースト闇ハイブースト闇クリティカル闇アタックレイズそしてジェイドの時ねちょっとマニアックだけどで、えー、覚醒読みの断りライフブレイブでマナのカゴ激高忍耐官能星団家族という感じで結構瀕死時にね発動してくれるものって結構多いんでこういったものを事前に覚えとけばね使える場面はあるんじゃないかと もちろんこれはねもう水着ティンキリが自分で習得してくれる可能性も大いにあるんですよ大いにあるけれどもこういうのを持ってたら役に立つことがあるんじゃないかなという一例です最後「カゴ天使ルキエル」についてなんですけど光属性バッファと仮定した場合、ね、特技は光属性攻撃プラスバフ効果を持つもの要はサンタティリア系のものですねで固有魔法も同様に魔法攻撃プラスバフ攻撃みたいな感じ だったら習得すべきは光属性の効果を上げるスキルなんじゃないかと。っていうのがこのサンタティリア系の上位互換を僕狙ってるんですよ。っていうのが要は今回映像ーールキエルとして出てきますよね。ということは通常のガチャで出るようになります。ということはロギアと同じようにロギアも今回通常ガチャで出るキャラとしてはダントツの強さが出ました。それという期待が過去天使ルキエルには僕はあります。 で、個性はこういうスキルで、味方全員のオートバフ効果。これもセンクが持ってたやつですね。これも先ほど言ったように、限定キャラ以上の性能をこれから通常のガチャで出るようにする。それが映像の加護天使ルキエルだと僕は思っています。で、考えたら、これはカリスマ持ちなのではと思いました。要は、県、え、政、ー、のカリスマとかね、えー、皇帝のカリスマかなありましたよね。あれと同じようなカリスマが守護天使のカリスマみたいな方ですね。ルキエルが持ってるんじゃないかと。 ってことは、生存をさせることがき。で、さらに光属性っていうことで、闇属性が弱点であることが起い,いだったら習得すべきは、闇属性ダメージ耐性のあるスキル。覚えておくのがいいんじゃないか。の一例がこちらですね。え光アタックレイズ、光アタックレイズ2、光ブースト、光ハイブースト、光クリティカル。ウィスプの時。そして闇シールド。そして闇を照らす光。これはね、限定役の科学の光ですけど、光属性攻撃をプラス10%。さらに闇属性の闇をマイナス10%してくれます。そしてファストホーリーウォール。 こんな感じ結構闇属性耐性のある、あのー、スキルって結構あるんですね特に闇シールドで結構最近出ましたこの辺を組み合わすとさらにカチカチの加工天使ルケルになれるかと思いますしまあもしかしたらこれ持ってる可能性もありますよ先ほどの水木頻キリと同じようにただ準備しておいたらいいんじゃないかと思ったので、えー、こういう提案をさせてもらいましたはいっていう感じですね今日はいよいよ8月に実装されます水木ンキリと加工天使ルケル これらについてですね、えー、性能の予測を、現在のルキエルとティンキリの性能を調査して、それらの強さについて一回整理してみて、予想をしてみて、必要になってくる習得スキルの案について話をさせてもらいました。最初に言いましたように、あくまで予想ですんで、当たるも発見当たるもわけです。なので、話半分に聞いてもらえばと思うし、えー、皆さんの予想はね、いや、そうじゃなくてこっちなんじゃないかっていうのありましたので、ね、ぜひぜひコメント欄に書いて教えてください。 で、いよいよ明日はですね、水曜日ですので、木曜日の新ストーリー追加のアップデートに関しての告知が多分来ていると思いますので、えー、そちらの話をしていこうと思います。それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。